皆さんこんにちは。世界を刃に書き換えたいの。協力してくれる？ジャパンサイファイのラフィーです。先日放送された17話、本編では白い光のパーメットが現れたことで、スコア7、スコア8の存在が明るみになってきました。しかし改めてパーメットスコアとは何なのか？クワイエットゼロとは？ネットワークって何の話？データストーム寸前の情報量です。しかしお任せください。我々考察人士、24時間スコア6でパーメットスコアの話をすべて整理しました。内容を早く知りたいせっかちな強化考察人士の皆さんのために、結論から話しましょう。スコア7とは、白い光で一時的にパーメット展開する状態。スコア8とは、四国の光で、一方的に人の意識を書き換えることができる状態。そしてスコア9、スコア10は緑に光り、人々がパーメットネットワークを使って分かり合える状態です。なぜなのか？細かく説明していきましょう。これさえ見れば本編をもう一度見返したくなるはず。それではスコアに関する解説考察行ってみましょう。まずは今まで登場したスコア周りについておさらいしていきましょう。まずはガンドフォーマットとは何かおさらいしましょう。ガンドフォーマットの開発はその前身であるガンド技術から始まります。ガンドはカルド博士が提唱、開発した人類が宇宙に適応するための医療技術です。骨量減少、筋肉減少、宇宙戦闘の弊害から人体を守るため、カルド博士は人体と機械を接続する技術を開発しました。そしてそのガンド技術に目をつけたオックスアース社が、カルド博士率いるバナディース機関を買収。前述の技術が軍事転用され、人体とモビルスーツを接続する技術へと発展しました。これがガンドフォーマットシステムです。人体とモビルスーツを接続する際、パーメット粒子と呼ばれる、微細な粒子を行き来させることで、人間の情報をモビルスーツに、モビルスーツの情報を人間に送ります。ではパーメットスコアとは何なのか？これは前述のガンドフォーマットによって、人体とモビルスーツを接続する際、その接続の振動を表す言葉だと考えています。よりモビルスーツと深くつながるほど、モビルスーツができることが増えていきます。そしてその反動として、人体はデータストームという弊害を受けます。データストームでは、人体に許容できないレベルの情報が流入することによって、人間のキャパを超え、場合によっては死に至ります。ではスコアが上がるごとに、どんな恩恵があるのか？ 1 から順に見ていきます。まずはスコア1。スコア1はモビルスーツとただ接続しているだけに近いと考えられます。歩行、操作などモビルスーツを戦闘以外で使用する際はこれで十分なはずです。ちなみにガンドアームではないモビルスーツであっても、人体とモビルスーツは接続され、パーメットが流入するとされています。審問会でシャディクは、その流入値の多さによって、ガンダムかどうかを判断していました。スコア1では一般的なモビルスーツと大差のない状態だと考えられます。PC で言えば、USB ポートに繋いだだけみたいなイメージですね。そしてスコア2。スコア2はゴアでイランがエアリアルに対して使用します。そしてその際、脳に手を突っ込まれるような、ざらついた感覚。これがないことに疑問を抱きました。エアリアルはデータストームが発生しませんから、本来のガンダムと違うことにエランが違和感を覚えたシーンです。ここで重要なのはスコア2から、人体とモビルスーツが本当の意味で接続されているということです。スコア2を合図した後、パーメットの海にダイブするような描写が書かれています。この時、人体に情報を持ったパーメットが流入し、データのやり取りが行われるとわかります。そして脳に手を突っ込まれると言っていたので、スコア2でも多少の不快感や倦怠感に襲われるものだと考えられます。ではスコア2では何ができるのか？エランが手を前にかざした時、エアリアルも同じポーズをしていました。そのため、スコア2では頭で考えた通りにモビルスーツが動いてくれることがわかります。それはパイロットの要求に対して機体の反応が良くなってくれることを意味します。そのためスコア2では、一般的なモビルスーツに比べて、高機動化やレスポンスの向上が望めるとわかります。お次にスコア3。スコア3では、確認できるだけでも武装の拡張が行えます。具体的にはプロローグでわかるように、ガンビット、スウォーム兵器の使用が可能になります。水星の魔女以外のガンダムをご覧の方はご存知の通り、ビット兵器を使用するには高い空間認識能力と、人知を超えるマルチタスク能力が要求されます。アドステラでは、ガンドフォーマットのリンクを高めることで、モビルスーツの AI と同調することでそれを可能にしているとわかります。しかしデメリットもあり、スコア3からデータストームの兆しが見え始めます。プロローグにてナディムはスコア3に上げた際激しい息切れを起こしており、ウェンディがスコア3を使い続けた時にはそれ以上のスコアは危険だと、止めるように促していました。スコア3では強力な兵装が使えるようになる代わりに、騎士レベルの負荷をパイロットに強いることとなります。スコアを4まで上げると、短期間での使用でもパイロットに騎士レベルの負荷を与えます。スコア4はプロローグにてナディムが、12話ではソフィーが使用していました。スコア4になると、特殊兵装に加え、モビルスーツのポテンシャルを最大限に引き出す出力を有することとなります。プロローグでは中波状態の試作ルブリスが、
特化型であるベニルベンをパワーで押し切りました。そしてスコア4にはもう一つ重要な特徴があります。それはアンチドートを受け付けなくするということ。12話にてソフィーのノルルブリスールはベニルペンデからアンチドートを受け、機体の動きを封じられます。その後スコア4を発動させることで、アンチドートを無効化させました。ソフィーのそいつが通用するのはスコア3までだよというセリフから、スコア4以降ではアンチドートなど、外部からの干渉を、ある程度受け付けないようになるということがわかります。これがなぜなのか考察すると、スコア4を使用すると通信強度が上がることが理由だと考えられます。データストームとは超密度通信体系だと、14話で明かされました。すなわちガンドフォーマットやデータストームの本質は通信だとわかります。その一例としてプロローグではナディムがスコア4を使用した後、ナディム、エリクとの通信が行われました。そしてそれはドミニコス隊にまで漏れていました。ドミニコス隊はその回線を切断することができなかったように、アンチドートを含めた従来の方法ではスコア4の通信強度に、干渉することができなかったということだと考えられます。他にもスコア4では、パイロットに対して幻覚効果をもたらすなど、モビルスーツからのフィードバックがより強まっていると見ることができます。ではスコア5はどうか？スコア5まで行くと、人間はその負荷に耐えることは不可能です。そのためこれ以降はデータストームを無効化できる、エアリアルにのみ利用することができます。スコア5は明確な記述がないものの、シャディク戦のスコア6の一つ前だと考えると、6話のエラン戦で最後に使用したものがスコア5だと判断して問題ないと考えます。そのように仮定すると、スコア5で行えることはビット兵器の無効化、通信妨害、そしてデータストーム攻撃の3つだと考えられます。6話でエアリアルはウェーブを発生させ、ファラクトの電磁ビットを無効化し、エランにデータストームを与えました。そしてスコア5では、データストーム攻撃により繋がった機体のパイロットが、エリクトの声を聞くことができます。さらに青いパーメット粒子で構成されたエリクトの姿も確認することができます。これはつまりスコア5からパーメット、データストームによるネットワークによって、エアリアルのフィードバックを外部が受け取っているとわかります。またベルメリアの総裁の計画ならあそこまでのスコアは必要ないはず、とあったので、ネットワーク技術としてのガンドフォーマット利用では、スコア5までで十分進化を発揮できる可能性もあります。お次にスコア6。スコア6では機体性能の大幅上昇に加え、敵兵装のオーバーライド、領域内の敵兵装を掌握することができます。14話ではガンボルバを発掘し自身の武装として用いました。また9話のシャディク戦以降、スコア6中は、スレッタがエリクトと会話しているような描写が畳み受けられるようになります。そして外部への干渉もスコア6はとても強力になります。16話ではエラン5号がエアリアルに登場した際、スコア6が発動。エランの乗車をデータストームをもってして拒否。さらにスコア5でおぼろげにしか見えなかったエリクトの影は、明確に人の形を持ってエランの元に現れました。さらにあなたはダメとはっきり声を聞くこともできました。オーバーライドやエリクトの姿など、スコア6にまで上がると、スコア5よりさらに明確で具体的に外部とやり取りすることが可能になっています。パーメットスコアに関してまとめてみましょう。パーメットスコアは上がるごとにモビルスーツとパイロットのリンクが高まり、機体の性能が向上していきます。そしてそれにつれて、パイロットへの負荷も向上していきます。スコア4以降データストームが発生すると、モビルスーツとパイロットの双方のみだったやり取りが、機体の外にまで及びます。スコア6まで上がると領域内の機器やパイロットに干渉できるようになります。このようにパーメットスコアは機体の性能を向上させる軍事的な意味合いから、スコアが上がるごとに、外部に干渉するネットワークとしての意味合いが濃くなってきます。それではスコア7、8では何が起きるのか？現在プロスペラの発言から、スコアは理論上8まで存在することがわかっています。まだ7以降のスコアは明確にされていませんが、プロスペラの目的やクワイエットゼロ計画の内容から、どのようなことをもたらすのか推理、考察することが可能です。次はそれらを見ていきます。プロスペラがスコアを8に上げることで、エリクトの復元を目論んでいます。プロスペラ曰く、今のエリクトはパーメット粒子そのものであり、このまま復元すると物理空間では崩壊してしまうようです。そのため、エアリアルをスコアを8まで押し上げる必要があると。そのため、スコア8で行いたいことは、パーメット粒子を実体化することであるとわかります。ではそれを踏まえてスコア7では何ができるか？我々は17話グエル戦での白い光がスコア7であると考察しました。その理由はスコア8の話をする際に口述します。グエル戦の白い光がスコア7だと仮定すると、この時点でパーメットの実体化自体は成功していると考えます。それはなぜか？スコア7で発生した白い光、そしてそれを形作る幾何学模様。これはソフィーやエランの前に現れたエリクトがいた世界。パーメットの海に浮かんでいた模様と酷似しています。エリクトを構成しているであろう白い幾何学模様が現実世界に現れました。この模様は今までの青いパーメットと違い、ネットワークのように繋がり合い、立体的に存在しています。
そのため、青パーメットの漏れ出す群からだと違い明確に形を形成できたことを意味していると考えました。そのため、スコア7では実体化が完了しているのだと考えます。しかしグエル戦を見てわかる通り、形を維持できるのは一瞬なので、時間が経つと崩壊してしまいます。話をまとめるとスコア7ではパーメットにより立体的な形を形成できる。しかし、それは今までと同様、一瞬で崩壊してしまう。ということがわかります。他にスコア7で変わった点として、スレッタが明確にエリクトの声をはっきり聞き取ることができたというものがあります。そのため今後は、スレッタとエリクトはより円滑にコミュニケーションを図ることが可能になる、と考えます。また、プロスペラの仮面が白く光ったことから、スコア6の領域を超えた範囲での、ネットワーク構築が可能になっているとわかります。そのため、ビットが広げた領域でなくても外部に干渉したり、逆にプロスペラからエアリアルに干渉することが可能になった。そのような可能性があると考えられます。そしてスコア7に上がったことで一つデメリットも存在します。それはエアリアルのセキュリティが脆弱になったということです。スコア7になりネットワークが実体化、物理空間に干渉できるようになったため、プロスペラからのハッキングを受けることとなりました。今までは外部との関わりを断っていたため、エリクトのセキュリティで事足りていました。しかしエアリアルにバックドアが仕掛けられるようになったので、今後はプロスペラが思った通りに動くモビルスーツとなってしまう危険性があります。そして話はスコア8に繋がります。プロスペラは17話で、あと1回エアリアルに決闘をさせるようにお願いしていました。そのあと1回で、プロスペラはエアリアルをハッキングして、スレッタ抜きでスコア8を達成させ、エアリアルをプロスペラの完全掌握としたいということですね。つまり次回以降エアリアルは無人で動く可能性が非常に高いです。前述の通りスコア7では実体化が可能になるが、まだあくまでも有志の軍隊なので崩壊してしまいます。そのためスコア8では、7で崩壊してしまう有志を恒久的に維持すること。さらにはよりイメージに近い形、例えば人間の形とか、で形を形成することが可能になるのだと考えられます。ではなぜ白く光がスコア7で、それより進化した形がスコア8だと言えるのかの理由について考察していきます。一つの大きな答えとして、パーメットの色の種類は赤、青、白以外にも存在することが、本編描写からわかっているからです。例えばエリクトがエラン5号を乗車拒否した時、黒色の光のパーメットが映し出されています。白いパーメットから、データストームを流し込む直前幾何学模様は、黒色に変化しました。そして、何もしていない時からエリクトが実際に手を下すという、干渉力がより高い段階が黒色パーメットだと考えることができるので、スコア7が白、そしてスコア8が黒色であると考察しています。またソフィーがスコア6に染められた時の色、これは紫でしたが、ソフィーの技を見ると切れ込みは黒のように見ることもできます。他にもエンディングでスレッタがガンビットとダンスする時の推進剤の色は黒プラス紫です。そのため、黒と紫がスコア8のカラーだと考えることができます。そして逆説的に、それはソフィーとの戦闘でスコア8が、局所的に発生していたと考えることができます。ウルのシェルユニットは赤でしたが、青を付け足すことで紫に変わりました。これはプロスペラが言っていた、世界を書き換えるという言葉ともつながります。そう仮定するとスコア8ではパーメットの恒久的な実体化に加え、現実での騎士レベルのデータストーム攻撃、モビルスーツレベルの巨大な危機への干渉、掌握が可能であると考えることができます。しかしスコア8はクワイエットゼロと連携するとさらに先に向かいます。まとめると、スコア8とは、パーメットが実体化し、物理世界で崩壊しない状態です。加えて注目したいのは書き換えるというセリフ。ここに皆さん違和感を感じませんでしたか？もしこのパーメットネットワークが分かり合うネットワークであれば、書き換えるというセリフは使わないはずです。そう、スコア8でプロスペラが目指しているのは相互通信ではなく、一方通行の通信で分からせることです。スコア8ではエリクト、またはエリクトを模した AI が実体化し、エリクトを中心として、データを好き勝手に操作できる世界が実現できるのだと考えられます。しかし、スコア8も万能ではありません。クワイエットゼロがなければそれは完成しないのです。クワイエットゼロ計画によってプロスペラは何をしたいのか？大前提エリクトの復元を手助けするツールであることは間違いないはずです。しかしエリクトの話以外にもプロスペラは語っています。プロスペラの重要なセリフを見ると、世界を書き換えたい戦いも失う悲しみもない世界など、これらのセリフから推察するにプロスペラは、エリクトの復元に加え、データの実体化や人の意識を操作することを目的としているのだと考えられます。スコア8とクワイエットゼロが連携すると、先ほどの目的に到達するため、エアリアルのネットワークを広域に広げることができるのだと考えられます。今までのスコア向上により、コックピット、近距離、ビット領域と干渉する範囲が広がっていきました。クワイエットゼロのユニットを利用することで、それを世界全体に広げ、全ての人類がネットワークで繋がることが可能になると考えられます。
中7話ではフロントでの戦闘を行い、白い光を発生させましたが、その光はフロントの外、シャトルに乗船していたプロスペラのいる方にまで届いていました。そのためスコア7の段階ですでにフロントの半径くらいは、ネットワークが届いていると捉えることができます。そこからスコア8とクワイエットゼロを連携することで、さらに大規模である地球圏全体にまで行き届かせることができるのではという考察です。またプロスペラの失う悲しみもない世界というセリフ。これを行うにあたりクワイエットゼロ、スコア8を用いて、人々の意識を書き換えることを目指していると考えられます。人々の意識を変える、これは荒唐無稽に見えるかもしれませんが、実はそれに近い描写は実際に本編で見ることができます。例えば6話のエラン戦、データストームを受け、彼は自身の誕生日を祝ってくれた人物を思い出します。パーメットネットワークを利用して、失っていた記憶さえも取り戻し、彼はガンダムを恨む気持ちから変わり、スレッタに感謝していました。他にもエラン5号が勝手にエアリアルに乗り込んだ際は、エリクトによりデータストームを起こされています。すなわちパーメットネットワークを用いれば、他人に強制的にデータを流し込むことが可能になります。クワイエットゼロによって実体化したパーメットをして、不特定多数の人間に好きなデータを流し込むことができれば、エラン4号の幻影と5号のデータストームの描写から見るに、他人の意識を書き換えることは不可能ではないと考えました。ここから先は考察と予想と妄想の中間地点、パーメットスコアにスコア8以降があるのではという仮説を立てて今後の展開を考えていきます。なぜスコア8以降が存在すると仮定したのか。もともと、元祖のガンダムにはニュータイプ論というものが存在します。ニュータイプは超感覚で先読みしたり、卓越した空間認識能力を保有したり、相手の思っていることが分かったり、虹の彼方に行ったり、時を戻したり、そんなことができます。それゆえニュータイプは多くの場合戦争にばかり利用されてしまいますが、その行き着く先、本質的に重要な部分は人々が分かり合うことができる、というものだとされています。水星の魔女のスコア8、プロスペラが目指すものは、戦いも、失う悲しみもない世界に書き換えることです。言ってしまえばこれは分かり合う、ではなく、パーメットネットワークを利用して、人々の意識を強制的に分からせることになります。そのため、その先の答えとして、分かり合う世界が存在する可能性があるという仮説を立てたからです。また、ここまで来れば、パーメットの特性が今までの過去作品、ニュータイプや、ミノフスキー粒子、GN 粒子等々、ガンダムの永遠のテーマである、人々が分かり合うに沿っているものだということが分かります。つまり、スコア8にはその先があるのです。そしてあるとしたら、プロスペラは間違っています。そう、プロスペラはあくまでも、エリクトを復元することにしかこだわっていません。戦争のない相互理解の世界を作り出すのではなく、一方的に書き換える世界を目指している。つまりプロスペラはスコア8にしか興味がなく、その先にあるかもしれない相互理解を考えていないのです。ではその先に何があるのか？考えていきましょう。水星の魔女を純粋な、スレッタのような心でご覧になりたい方はご注意ください。それでは行ってみます。スコア8の考察が合っていた場合、それは一方的な通信でしかありません。要はエリクトからエランに、クワイエットゼロから不特定多数に、一方通行のコミュニケーションしか行うことができません。そのためその先があるとすれば、相互通信、人類がパーメットネットワークを、使いこなすことができるようになることで、お互いにコミュニケーションを取り合うことができます。ここまで来れば、分かり合う世界に一歩近づいているように見えます。またスコア8まででは一方的なコミュニケーションなので、エリクトはまだスレッタとコミュニケーションを取ることができません。しかしこの段階に来て初めてスレッタとエリクトはお互いに、会話することができると考えられます。この時エリクトは分かり合う世界の大切さを説いて、スレッタに呪いではなく、祝福としての進めば二つを促すはずです。そしてエリクトとプロスペラの再会もこの時達成できるはずです。エリクトはプロスペラに復讐をやめるように促すでしょう。この時プロスペラがエリクトの言葉を受け入れるかどうかで、プロスペラの生死が分かれると考えています。現状、このスコア9域に達しつつあるのは、スレッタとエリクトのみ、と言えるでしょう。この二人はパーメットを介して相互理解をし始めている関係です。プロスペラは科学やらスコアやら、契約やら色々仕掛けても、一方的な書き換えを目指している限り、相互理解のスコア9以上には届かないのです。このスコア9に達しているのは長年、お互いを家族として扱い大切に思っている存在であるスレッタと、エアリアルにしかなし得ない、としたらこれは非常に皮肉です。ではさらにその先、スコア10とはどのようなものか？これは分かり合う世界を時空や物理空間を超越して、体現することだと考えられます。エリクトが住まうパーメットネットワーク。そこは時間の概念がないと考えられます。それはなぜか？エリクトは確かにプロローグ時点よりは成長していますが、おそらく実験によって死亡した段階から先は、成長が止まっていると推察されます。そのためパーメットネットワークでは時間の概念がない空間なのだと考えられます。人々が分かり合う以外にも様々な奇跡が起きる可能性もあります。
例えば時を巻き戻す。また、この考察人士は、何を言っているのかと。ちょっと待ってください。実はそれに近しい描写は本編にあります。それはプロローグ、ナジムがデータストームを受け、エリクトの誕生日を祝うような描写に変わります。アニメ本編だけを見ると、シンプルな走馬灯と捉えられなくもないですが、ノベライズ版ではあり得たかもしれない世界という記述がありました。そのため、この時ナジムの、ナジムだけの世界として、巻き戻った時間を開口していたと考えることができます。そのため、スコア10に到達した時、ナジムのように、データストームに飲まれて死亡した人間は時間も肉体も存在しない。データストームのその先に存在する可能性があります。先日の動画でエアリアル内のエリクトは、生体コードでしかなく、本当のエリクトではないと考察しました。もしあれが本来のエリクトでなかったとしても、スコア10まで到達すれば、死者と開口することも可能になるかもしれません。例えばスコア10に到達し、エリクトがプロスペラが対話し、エリーはね、もうあの頃のエリーじゃないの。だからもう復讐するのはやめよう。スレッタを利用するのも終わり、私はいつでもお母さんのそばにいるから、などでプロスペラを諭して、パーメット、ガンドの本質を見つけることができるかもしれません。しかしニュータイプ論と同じで、この領域はほぼ理想論に近く、一瞬エリクト、スレッタが到達できたかな?というレベルの話だと考えられます。あと何よりこの説が正しかったら、ソフィーがまた登場するかもしれないので、またあのヤエヴァみたいじゃないですか。エラン4号ともまた会いたいですし、なのでこの説が正しいといいなという試験もちょっと入ってます。あとちなみに根拠のない予想としては、プロスペラは最終的にエリクトに諭され良心を取り戻し、パーメットの海に飲まれていくんじゃないかと考えています。そしてこの、スコア9と10は希望を示す色、として9は黄色、10は緑になると考えられます。すでに出ている色として赤、青、白、紫と、光の三原色とその組み合わせの要素が揃っています。残りの色は、緑、と組み合わせの黄色ですね。またニュータイプ論に触れたユニコーンのように、虹色ということも考えられます。今回スコア9、スコア10を考察しましたが、この背景には先日出した動画、エリクト亡霊の正体が関連しています。おそらくスコア8ではエリクトは復元できない。なぜならその正体はエリクトのように振る舞うルブリス AI あり、あくまでもエリクトの断片を拾った存在だからです。そしておそらく、パーメットの海に散ってしまった。本物のエリクトの魂と触れ合うためにはスコア9、スコア10といったような、新たなスコアが提唱されるはずです。そこでようやく真のエリクト復元の可能性が語られるが、人類はその域にはまだ到達できない、という形で物語が終わる、と予想できます。今までのガンダム作品で、美しい形で不死を実現したり、分かり合える世界が実現した作品はほとんどありません。分かり合いが叶った00劇場版ですら、血みどろでしたからね。そしておそらく水星の魔女も、スコア9、スコア10の可能性、人類の希望を示しながらもそこにはたどり着けない、という形で物語が終わりそうです。以上がスコアに関する解説考察でした。アドステラのパーメットスコアはある種ニュータイプにも似ているようにも見えますし、全く新しいようにも見えます。何より科学的な SF 的なアプローチをガンガン取り入れているので、考察を広げるだけで非常にワクワクします。そしてその反動として頭は幾度となくデータストームしますが、皆さんはスコアはどこまであると思いますか?スレッタ、エリクト、プロスペラはどうなるのか?ぜひ皆さんの考えをコメント欄で聞かせてください。このチャンネルでは水星の魔女本編をもっと深く楽しめる解説を毎週していきます。最新情報や重大伏線を見逃さないために、今のうちにチャンネル登録をお願いします。先日ガチャガチャのフェルシーペトラ、アクリルスタンドをゲットしました。家に飾ってますが、幸せです。刃はやはり世界を書き換える力を持っていますね。